こんにちは不得意分野で勝ちまくる久保哲郎即化塾でございますえそうなんですよ自分が認識する得意分野って多くの人に評価されないことが多いんですよここら辺がね最初からは間違えてるところなんで自分がいくら得意だと認識していても他の人が認めなければ 世に出ていいけないんですよ、ねまあ、ですんで私たちが注目するべきって力を入れるべきっていうのは他者から自分に対してどこが特徴的なのかどこに価値があるのかっていうふうに自分以外の人が認めてくれないと世の中に出ていけないんですよ。 まあですので、他の人の評価が必要になってきます。他の人の評価によって自分の価値が固まっていくってことなんですよね。まあ、だから自分のことをアウトプットしない限りは見てもらえないんですよね。注目してもらえないんですよ。まあ、だから自分の評価を高めていく。自分の評価を、自分の、なんだろうな、自分の評価か。 自分の評価を認識して自分が何のプロなのかなっていうふうに考えたときに他の人が何を自分に対して認めてくれてるのかってことを探る道に入ってくると思うんですよ。そしてですね、自分があ認める得意分野で生きていこうとしたらこれはね、難しいですね。これはね、孤独を勝ち取った人の特権ですよ。自分の得意分野で自分だけでやっていくっていうのは他者の評価がいらないわけですからこれこそまさに隠居暮らしなんですよ。隠居してる人ってのは他者の評価がいらない。もっと言えばね、人がいらないんですよ。他者が。 だから社会もいらないんですよ。自分一人で全てやるんですよね。多くの方が目指してるのは一人で稼ぐってことなんですけども、一人で稼ぐと言いながらも、外注をしてるんですよ。外注の下請けをやってるんですよ。誰かから仕事を持ってきて、自分は営業せずにどっかの媒体で集めてもらったのを、まあ、いただくみたいなね。だから結局会社とともにこれは一緒なんですよ。うん。だからこういう方、フリーランスの中にはこういうね、あの、フリーランスをすごく多いんですよ。しょうがないんですけどね。みんな集客が下手ですから。 人に認めてもらうことがなかなかか難しいですからねの、うんまあ、で,すんで得意分野を見つける方法そうですね吉田さんが言われたのと大体私もね同意できるんですけども不得意分野があるんだったらそれは一人で生きていくってことにはならないんで誰かに規制、まあ、するっていう言い方が最近流行ってるみたいなんであえて使いますけども誰かに寄生してその人からのおこぼれをもらうっていうことでもあるんではないかなと思います。もちろんこれね別に悪いことじゃないんですよ、うんだ。だから誰かに引っ張ってもらう。自分に その才覚がなければ誰かのリスクコントロールの下に入るっていうのはのよらは退治の影とか言いますけどもね悪い方法ではないですそういうふうにするべきなんですよ無理して一人で生きていく方法を選ばないことだと思いますよね自分が一人でやっていきたいと思っても世の中が認めなければそれはできないってことなんですよねこれがまあ不得意分野で勝ちまくることの第一歩だと私は思いますけどね